はい、やっていきましょう。前回の続きで無限地獄のボス8連戦やってます。ボスが全部で8体いるんだけど、地獄王三将から始まってドンドロまでで8体いるんですけど、前回は4体戦いました。地獄王三将、第8サンズマル、おのぼりクロトン、全部言えるかな、月影入道でしょ。で今回はですね、キモナシ先生から戦ってきてラスボスのドンドロまでやっていきたいなと思います。で一発目はこのキモナシ先生なんですけど、正直ね、キモナシ先生俺大嫌いなんだよね。強いんだもんこの人。おのぼりクロトンも結構強かったけど、地獄王三将からドンドロの中で何が一番苦手かというと、おのぼりクロトンかこのキモナシ先生のどっちかなんだよね。やっていこう。なるべくだったら一発で決めたいんだけど、俺普通に負けちゃうかもしんない。なるべくちょっと一発で。自分の悪い癖としてね、この注射玉に意識を取られすぎてコンボがね途中で途切れちゃうんだよな俺。よし、1個壊した。これ一発でヒットポイントが2000回復されるんで、かなりこれ1個でもやられてしまうとかなり厳しい。あ、ちょっと今のところはいい感じかな。おし、必殺技。なぜかブシニャンだけがね、早い段階で技使えるような感じだ。本当はあの轟き獅子とかの必殺技を使った後にやった方が攻撃力ね、めっちゃ高くなるんだけど。早く。で満王獅子はフィーバータイムに出そうかな、必殺技。あと生ハゲとかもね。あともうちょいでヒート、フィーバータイム来た。で今ちょっとチラッと自分の体力見てしまったんだけど、これちょっとまずいな、相当体力削られてた。まずいぞ、ちょっと最高潮の必殺技使いたい。あ、まだ余裕あるね。あともうワンパンぐらいは多分攻撃耐えられると思う。痛い。うわー、すげえいい勝負な。うわっと、危ねえ危ねえ。相当いい勝負だったね今。スコア34万だ。もう二度と戦いたくないなこいつは。次行こう。次は国宝影政。国宝影政もね、あれなんだよな、そんなに強くはないんだけど、とにかく疲れる。腕がすげえ疲れる。おのぼりクロトンとか、あとさっき戦ったキモナ先生に比べると相当戦いやすいんだけどね。このトンカチをバカみたいに振ってくるから、ちょっと腕が痛くなっちゃうんだよな俺。多分トンカチは4つぐらい壊せば中身が出てくるんじゃないか。中身ってすごいけど、中あれダウンしないな。もう4つは壊してるはずなんだけど、ちょっと回復しよう。な、中身出てこい、中身。あれなんでだ。あ、ようやく出てきた。すげえ時間かかった。これでようやくダメージ入るけど、もっとあれか、トンカチ壊すことに集中した方がいいのかな。やべ、手ちょっと手が疲れてきた、手が疲れてきた。あともう少しでフィーバータイム。よし来た。俺弱点露出した状態だから、この大丈夫だよね多分、技ぶち込んでも。なんかちょっと微妙な体勢になってるけど、ちゃんと弱点出してんのかな。おし、よかった、よちゃんとダメージ入って。さあちょっとそろそろ、うわやべ、二刀流になった、二刀流になりやがった。
ちょっと、うおー、そんなに行くか。そんなに行きますか。一発でそんなにダメージ入るんだ。これやばいな。もう一撃食らうとえらいことになるな。常にちょっとトンカチぶっ壊してる状態で相手をダウンさせてる状態にやっていかないと。あーやばい。あー、ブシニャンの必殺技だ。ぶち込みたかったよ。危ない。おっしゃ、危なかった。おっしゃ、ちょっと結構際どい戦いが続いてんな。壊して壊して。あともうちょいなんだけど、どうだこれで。あ、いけた。結構体力残ってるような感じですけど、あの二刀流の影政の攻撃食らったら多分ワンパンでやられていたんじゃないかな。次はゲソヒゲール大臣か。僕あのイカカマネ議長ね、レベル上げのために相当戦ってきた男なんで、ゲソヒゲール大臣は結構ね得意なんだよね。スコアも結構高いし70万か。まあもちろんこれも一発で決めます。まずおひげを狙って、ひげなのかどうなのか分かんないけどね。これなんか最近コンボつなげんのすげえ下手くそになったな。デカプニもあんま作れてないし、多分あのね、ブシニャンと満王自身の色がちょっと被っちゃってるから、ちょっとやりづらい感じになってるんだろうね、きっと。あともう少しで、ね、本体のちょっと気持ち悪いやつ出すと思うから、そしたらでフィーバー来たんでこれでつこう。これで半分以下ぐらいにできたかな。あと魔王獅子、よし間に合った。魔王獅子はね、あの僕頑張って獅子丸、 E ランクの獅子丸をレベル37にすると A ランクの魔王獅子になるんだけどね、あの頑張って魔王獅子ね、あの技レベル3ぐらいにまで上げてきたんで結構強くなってるはず。回復。あれなんか結構余裕な感じだったんだけど、まずいな。ちょっとわあやばい、しまった。弱点閉じられた。あ、それでもダメージ入るのか、よくわかんねえなこのボス。これはちょっと弱点狙った方がいいな。もううわっ、これ入るか、入るか、これ入った、入らない、入らなかった。やばい、あと1秒で攻撃されるか。最高潮最高潮最高潮、うん、来た。危なかった。これで弱点開くでしょ。それで、違う、あと3秒、あと3秒。あ、危ねえ、ギリギリやっつけた。スコア70万なんか全然いかねえじゃねえかよこれ。どうやって70万出したんだろう。さあお次はいよいよラスボスのドンドロですよ。ドンドロはね、なんだろう、正直結構運の要素があるからな。ドンドロが何の攻撃をしてくるかで全然違ってくるんで、うん、まあ僕はちょっと一発で決めたいなと思うけどね。はい、こう。ドンドロの目の色によってこちらの攻撃方法を変えていかなきゃいけないんだけど、目が赤の時は技を
ぶち込んでいかないと全然ダメージが入らないし、目がブルーの時はデカプニを消していく方法じゃないとダメージが入っていかないっていうね、そういう違いが一応あります。今目がブルーなんで技をぶち込んでもね全然ダメージ入らないんですよ。今必殺技使え、あ、よし、オッケーオッケー。目の色が赤になった状態で必殺技をぶち込めばダメージを入る。でもこれ毎回間違えちゃうんだけど、トドロキ自身のこの必殺技を使ってからね、技ぶち込むんだったらやった方が本当は攻撃力出るんだけどね。ブシニャンの、ブシニャン全然落ちてこないな。早く、よし、もう一発。おお、すげえ吹っ飛ばされた。ドンドロってものすごい短時間に攻撃を連発してくることが、今がまさにその通りなんだけど、余裕のつもりでもあっという間に負けてしまうことがあるのはね、そういうことなんだよね。うわー、すげえダメージ入った。とりあえずこれはまたフィーバータイムに持ち込んで、あげあげ、あとトドロキ自身、ブシニャンの必殺技はちょっと取っておこうかな。さっきのドンドロの連撃厳しかったな。ちょっとよっ、きた、顔を出してきた。ちょっとやめてほしいな。あともう一発でやられちゃうんじゃないこれ。うわー、400入ったか。よし、間に合った、あぶね。で、ドンドロの目が青いときは、あれです、技持ってかれちゃいます。今容器がみんなゼロに近いのは、今ブルー、目がブルーの時にね、持ってかれちゃったんですね。ちょっと待てよこれ、あ、ちょっとフィーバータイム持っていかないとまずいな、これまずい、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 よし、危なかった。回復、多分ドンドロの次の一発で今やられちゃう状態なんで、これでちょっと体勢を立て直さないと。痛いな、ちょっと顔出してくんないかな。あー、ブルーか、危なかった、倒せた。いやー、なんとか倒せた。いやー、厳しいな。あともう少しで、ね、渚が解放されて、新しいボスとして大航海船長が確か解放されるんですけど、この調子だと結構厳しいね。ドンドロギリギリだったな、まあ、ドンドロだけじゃなくてゲソヒゲールとかキモナシ先生とかね、すべてのボス妖怪、今回戦ったすべてのボス妖怪はほんとギリギリでやっつけたんですけどね。はい、ということで、まあ、めでたくですね、無限地獄のボス8連戦達成できました。はい、ご視聴ありがとうございました。